那覇市立病院の小児科ではこれまで年中無休の24時間体制で診療を受け付けてきましたが医師の退職や休職などで当直体制が維持できなくなったため夜間救急診療を休止すると発表しましたあす3月1日から午後10時半以降は診療受け付けを停止し翌日の午前8時半までは受診ができなくなります 小児科の夜間救急診療の休止は当面の間続くということですがその他の救急診療などについてはこれまでどおり受診できるということです那覇市立病院は明日会見を開き今後の方針などについて詳しく説明するとしています